マデラ・イネ・モンター・ニョ・カイ・セドは、コロンビアの女子バレーボール選手。アゼルバイジャンのラビタ・バクー所属。表記揺れで、マドレーヌ・モンターニョとされることがある。コロンビア・バジェ・デルカウカ県出身。家族は、夫と長男がいる。小学時にはバスケットボールをしていた。ジュニアでバレーボールを始めた後、国内リーグでプレーした。1998年にアルゼンチンリーグの、 サンフェルナンドに入団する。その後、米国のマイアミデイド大学に進学。軍事心理学を専攻しながら、同大学のバレーボールに所属した。2002年の全米短大選手権で優勝、ベストメンバーに選出され、全米バレーボールコーチ協会のベストプレイヤー賞を受賞した。2003年の同選手権では優勝は一したが、 ベストスコアラー賞とスパイク賞並びにサーブ賞を獲得した。短大卒業後、ギリシャ A1 リーグのアリス・テサロニキに入団し、リーグ戦3位やギリシャカップ準優勝に貢献した。出産のために2年間のブランクの後、同リーグのイラクリース・テサロニキでプレーした。2009年に韓国 V リーグの KT&G ・ G、アリエールズに移籍し、 2009から10シーズンのチーム優勝に大きく貢献。自らも MVP を獲得した。2011年3月2日のタイ GS カルテックス戦で53得点をマークした。この記録は1999年のバーバライエリッチ、2005年のユミルカ・ルイスの記録と並び当時の女子選手の1試合最多得点対記録であった。 同年11月には54得点の最高得点記録をマークした。2012年ロンドンオリンピック出場を目指し、モレーノ・ピーノ・ケニーと共にコロンビアナショナルチームの招集を受け、2011年9月の南米選手権では4位に終わったが、ベストスコアラー賞を獲得した。2012年、 韓国 V リーグ2011から12シーズンで2年ぶりの優勝へ導き、自身もレギュラーラウンドと決勝ラウンドの MVP、ベストスコアラーとベストスパイカーの4冠に輝いた。2012から13シーズンからアゼルバイジャンリーグのラビタバクルへ移籍した。2012から13欧州チャンピオンズリーグリーグにおいて準優勝に大きく貢献し、 同大会のベストスコアラーに輝いた。2013年2月にニコル・フォーセットに炙られるまで1試合の世界最高得点54点の記録保持者であった。同年9月の南米選手権ではチームを牽引する活躍で MVP に選ばれた。2013から14シーズンに所属していたガラタ・サライでは木村沙織とチームメイトであった。その後はポーランド。 イタリアなどのクラブを経て、現在はギリシャリーグのアリス・テサロニキでプレーしている。ありがとうございます。